どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友カードが発行している ANA のビザカードとマスターカード、こちらにですね解約の発表が来ましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、三井住友カードが発行している ANA のビザカードとマスターカード、今回ね解約ということで発表がありまして、しかもね今回の解約の発表はですね本当にモリモリで解約になっておりますので、ANA のビザカード、マスターカードね保有されている方、またねメインにされている方もね結構多いクレジットカードっていう風になりますんで、保有されている方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、公式サイトねこういった形になっておりまして、商品性改定のお知らせということで、三井住友カードをご愛顧いただき誠にありがとうございます。弊社が発行している ANA カードの商品性を改定することになりましたのでご案内申し上げますということで、こういった感じでね公式サイト書いてあるわけなんですけども、今回発表された内容なんですけども、大きくね3つに分かれておりまして、まずウェブ明細のご利用時の年会費割引の廃止、またねマイペースリボのご利用時の特典の改定、またねカード付帯の海外国内旅行障害保険の適用条件改定というふうになっておりまして、まあこの3つがね大きい内容かななんていうふうに思っております。この3つにね合わせてですね、あのビザマイラウンジっていうね情報誌がねこちら届くわけなんですけども、これもね今後有料化っていう風になりますんで、まあ、今はね無料でもらえてるみたいなんですけども、まあ、今後はね有料になるっていった形になります。まあ個人的にはねこちら昔私もゴールカード持ってた時ね、まあ来てたんですけども、ほとんど読んだ機会がね、まあ、なかったので、まあ、楽しみにされてた方はですねこちら有料化されてしまうっていう風になりますんで、ご注意いただきたいなっていうふうに思うわけなんですけども、今回ね発表された対象のクレジットカードなんですけども、公式サイトねこんな感じになっておりまして、まあ、対象カードねずらずらずらって書いてあると思うんですけども、まあ、こちら簡単に言うとですね ANA ビザマスターのクレジットカード全部っていった形になります。もちろんね海外旅行保険とかねもともと利用付帯だったりなかったりねするカードもあるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、今回ね ANA ビザマスターのクレジットカードね、まあ、全てがね基本的には対象っていった形になります。それではまずですね、ウェブ明細ご利用時の年会費割引制度の廃止ということで、クレジットカードのね明細を紙でもらうのではなくてウェブでね利用するとですね年会費の割引が受けられるね制度があるわけなんですけども、こちら確かね初年度は受けられなくて2年目以降みたいな感じで利用することができてたわけなんですけども、ゴールドカードに関しては年間1100円、またねプラチナカードを除くその他のクレジットカードは年間550円のですね税込みで割引はね受けられてたわけなんですけども、2022年の10月の10日よりですね廃止になるっていった形になります。で対象カードなんですけども、ゴールドカードであれば1100円ということで、 ANA ワイドゴールドカードねこちら1100円割引は受けられてて、 ANA スーパーフライヤーズゴールドカードこちらも1100円ね今まで受けられておりました。またね ANA 一般カード、スーパーフライヤーズ一般カード、ワイドカード、学生カード、東急ポイント、 ANA スイカにもか、ここら辺はね、まあ、その他のカードに入りますんで550円のね割引は受けられてたわけなんですけども、今回の改定でですね2022年の10月10日よりですねこちら受けることができなくなるっていった形になります。またねプラチナカードに関してはですね、もともとねこのウェブ明細の割引っていうのは利用することができなかったので、まあ、今回の改定ではですね影響がないっていった形になります。で今回ですね年会費の割引はですねウェブ明細でね受けられなくなるわけなんですけども、三井住友カードが発行しているクレジットカードっていうのはマイペースリボっていうのを登録していただいて、手数料のある支払いをね年1回でもね利用していただけると割引をね受けられる制度っていうのがありますよね。まあ先日もね動画でこれねちょっと出しておきますけども、解説動画ね出させていただきましたけども、こちらに関してはですね継続されるっていう風になりますんで、まあ、今回ねウェブ明細はなくなるんですけども、こちら継続されますんでね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですね、今回ねウェブ明細の割引はねなくなるということで、ちょっとねクレジットカードの年会費ね私の方でまとめさせていただいたんですけども、今現在の年会費っていう風になります。 ANA のワイドゴールドカードであればマイ
ペイスリボーとウェブ明細の割引をね入れていただくと年間ね14,500円のね年会費で済むっていう風になりまして、 ANA SFC のゴールドカードであればこのウェブ明細とマイペイスリボーのね割引を入れると 11,550円でね年会費維持することができるっていった形になってるんですよね。まあこれがですね2022年の10月10日以降はですね年会費ウェブ明細がね割引受けられないっていう風になりますんで、こっちになるんですよね。 ANA ワイドゴールドカードであれば 11,450円、 ANA SFC ゴールドカードであれば 12,550円のね年会費がかかるっていった形になるんですよね。でまたね今回 ANA の一般カードであったり Suica だったりね SFC の一般カードに関してはこのねマイペースリボのね割引を利用されている方に関してはですね、このウェブ明細の割引っていうのはこのマイペースリボのね割引受けられている方はこっちにねあの割引額が多いんでこのウェブ明細のね割引適用にならないんですよね。ですんでこのマイペースリボのね割引受けられている方に関してはですね今回の改定はね特に影響はないっていった形になりますんで、まあ、この点もね覚えておいていただければなと思います。でこのマイペースリボでねあの年会費の割引を受ける方法に関してはですねこちらの動画でね詳しく解説ねあの2回にわたって出しておりますので、もしね興味がある方はですねぜひねこちらも見ていただければなと思います。まあ、今回の改定に関してはですね年会費がね、まあ、単純に上がるっていう風になりますし、この ANA のねスーパーフライヤーズね保有されている方は一般カードかゴールドカード、このどちらかをですね、まあ今回ねマスタービザね、が年会費上がるわけなんですけども、どのブランドかねこのスーパーフライヤーズカードっていうのは保有していかなきゃいけないので、まあちょっとね残念ではありますよね。年会費がね1100円ほどね上がっていくっていう風になりますんで、まあこの特にこの ANA の SFC のゴールドカードとかねメインカードにされている方ねかなり多いと思いますので、ぜひね年会費ね両方利用したとしてもですね年間1100円ね年会費上がっていくっていう風になりますんで、この点をね覚えておいていただければなと思います。それでは次にですねマイペースリボご利用時の特典改定ということで、三井住友カードのクレジットカードはですねマイペースリボにね登録していただいて手数料のねある支払い、まあこちら1円以上であればねいくらでもいいんですけども、このリボ払いの手数料が発生した状態でね利用していただくとポイントがね増量されるっていうね制度があるんですよね。残念ながらこちらがですね2022年の8月10日の請求をもって終了っていった形になります。 ANA のクレジットカードっていうのは三井住友カードのビザプラチナプレミアムカードのね還元率が基本還元率 1.5% なんですよね。でこのマイペースリボのね利用していただいてポイント増量分をね考慮すると最大還元率は 1.8% 還元だったんですよね。この 1.8% 還元っていうのは ANA マイルをね貯めるクレジットカードの中でも最高峰のね還元率っていう風になるわけなんですけども、この 0.3% っていうのはですね今回ね改定で今後利用することができなくなるっていう風になるんですよね。ですので ANA ビザプラチナプレミアムカードに関しては最大還元率はねもう基本還元率のまま 1.5% 還元っていう風になるんですよね。またね ANA ビザマスターカードの一般カードとゴールドカード、またねワイドゴールドカードとか SFC の一般ゴールドとかねここら辺持っている方はですね最大還元率ねマイペースリボをね利用していただくと 1.3% がね今まで最大だったわけなんですけども、今回の改定でね 0.3% が取れなくなるっていう風になりますんで、最大還元率はね基本還元率と同じの 1% 還元っていう風になるんですよね。いやねこちらね非常に残念ですね。やはりねこの ANA のビザマスターカードっていうのは本当にメインカードにねされている方も多いので、このマイペースリボをね利用していただいて手数料できるだけ減らしていただいてねこの2倍だけポイント取るみたいなね感じのことをやってる方ね非常に多かったと思うんですけども、まあ、今回の改定でねプラチナカードは 1.5% 還元、ANA 一般カードゴールドカードに関しては、まあ、一般カードはねコースによるわけなんですけども、まあ、1% 還元っていう風になりますんで、まあ、還元率がねここまで下がってしまうっていうのはですねかなり残念な内容になりますよね。メインカードにねされてる方ねかなり多いかななんていう風に思いますので、2022年8月10日をもってですねこちら終了になるっていう風になりますんで、こちらね覚えておいていただければなと思います。
それでは次にですね、カード付帯の海外旅行保険と国内旅行保険の障害保険の部分ですね。こちら適用条件変更ということで、まだね、解約あるんですかっていう話なんですけども、まだあります。今回ですね、今までゴールドカードとかはですね、この海外旅行保険っていうのは三井住友カードのビザマスターはね、こちら自動付帯だったんですよね。ですので、まあ、海外旅行とかね、行かれた際もですね、特にね、何にもしなくても保険がね、受けられたわけなんですけども、こちらね、改定が入りまして2022年10月1日出発分よりこちらね、利用付帯っていう風になりますんで、今までね、自動付帯だったんですけども、10月1日以降は利用付帯っていう風になりますんで、何かね、旅行に関連する決済をね、していただかないとですね、こちら保険適用にね、ならないっていう形になりますんで、この点はね、ご注意ください。で、こちらね、10月以降ね、どのようにすればこの保険ね、受けられるのかっていう話なんですけども、こちらね、利用付帯になりましたけども、そこまでね、適用条件っていうのは難しくないんですよね。で、こちらね、公式サイトのね、画像なんですけども、下記の1から3のいずれかを満たした場合、満たした時点で旅行期間が対象になりますということで、まずね、日本の出国前の飛行機、電車、船舶、タクシー、バスといった乗客として搭乗する公共交通乗用具でいいんですかね、の、利用代金を当該クレジットカードで決済した場合ですね、これで適用になります。もしくは、日本出国前に宿泊を伴う募集型企画の旅行代金を当該クレジットカードで決済した場合ということで、まあ、こちらツアーとかですね、こちら決済していただければ適用に、ね、なるっていった形になります。またね、日本出国後に乗客として搭乗する公共交通乗用具、利用代金を初めて当該カードでクレジットカード決済した場合ということで、この公共交通乗用具っていうのはね、一体何を指しているのかっていう話なんですけども、こちらはですね、航空法、鉄道事業法、海上運用法、道路運送法で運行されている飛行機、電車、船舶、バス、タクシーっていう風になってるんですよね。まあ、こちらの決済を海外に着いた後でもですね、こちら決済していただければこれね、海外旅行保険ね、適用になるっていう風になりますんで、まあ、簡単に言えばですね、向こうの海外についてですね、まあ、バスとか電車とかね、走ってると思うんですけども、まあ、タクシーでもいいんですけどね、まあ、そういったものをですね、一駅分でも決済すればこちらね、適用条件になるっていう風になりますし、またね、公式サイトにも記載があるんですけども、こちらね、特にね、金額の定めはね、ないんですよね。ですので、まあ、燃油サーチャージとかもね、 OK だと思いますし、またね、電車とかのね、一駅区間、まあ、こういった場合でもですね、適用になるっていう風になりますんで、まあ、今回ね、この海外旅行保険に関してはですね、自動付帯から利用付帯にね、変わってしまってね、まあ、解約ではあるんですけども、まあ、そこまでね、厳しくはありませんので、まあ、海外旅行保険っていうのは、このね、コロナの時代になってからですね、さらにね、利用する機会っていうのは、個人的にはね、かなり増えていくんじゃないかな、なんていう風に思いますので、まあ、一つのね、積み上げとしてね、ぜひ利用していただきたいなっていうふうに思いますので、まあ、こういったクレジットカードね、持ってった際はですね、まあ、バスとか電車とかね、一駅区間ね、そんなにお金高くないと思いますし、ぶっちゃけね、乗らなくてもね、この保険適用させるためにね、決済してもね、個人的にはいいんじゃないかな、なんていうふうに思いますので、解約は解約なんですけども、そこまでね、厳しくありませんので、この点はね、覚えておいていただければなと思います。ということで、今回ですね、三井住友カードが発行している ANA ビザマスターカードのね、解約が発表されましたので、解説させていただいたわけなんですけども、本当にモリモリで解約になっておりますよね。年会費のね、割引がちょっと下がるのもね、残念ですし、マイルの還元率も下がるのも残念ですし、海外旅行保険がね、自動付帯から利用付帯に変わるっていうのも、まあ、残念でありますんで、本当にね、モリモリで解約っていう風になりましたね。本当にね、こんなに一気にね、解約来ると思ってなかったので、今回の動画ね、見られた方でメインカードね、ちょっと変えようかなって思う方もね、中にはいらっしゃるかなっていうふうに思いますので、まあ、動画のどっかでもね、言ってると思うんですけども、ちょっと動画長くなってしまいますんで、今回発表内容ね、ざざっと解説させていただいたわけなんですけども、まあ、今後ね、 ANA のね、クレジットカードおすすめカードね、今回の改定で変わってくるかな、なんていうふうに思いますので、まあ、そちらもね、ぜひ楽しみにしておいていただければなと思います。
ということで今回動画はねちょっと速報ということで動画ね作らせていただきました。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。